奈良公園内で建設が始まっているホテルについて、地元の住民らが今日県を相手取り、建設事業の取り消しを求める訴えを起こしました。訴えを起こしたのは奈良市高畑町の住民4世帯8人です。県は奈良公園の一角にある高畑町のおよそ 1.3 ヘクタールの県有地に高級リゾートホテルの建設を進めています。訴状などによりますと、都市公園法では公園内に作る宿泊施設は研修のためなど特に必要だと認められたものでなければならないとされています。今回のホテルは宿泊料が高額であるなど、大勢の人が利用しづらいことから法律に違反しているなどとして、民間事業者への建設許可を取り消すよう求めています。次の住処として移り住んでこられた皆さん方にとっては、その前に高級リゾートホテルが忽然としてできるという状況は想像だにしていなかった。要は違法なものは違法として、やっぱりこれは司法の、法治国家ですから、司法の場で国策をつけると。これに対し県では、訴状が届いていないのでコメントを差し控えたいとしています。